はい、森町の脱線現場です。私がいるのは脱線が発生した起点とみられている鷲の木踏切です。事故によって破断したレールは入れ替えられましたが、まだ列車が通れる状況にはなっていません。こちらでは先ほどまで損傷した枕木を入れ替える作業が行われていました。作業員の方によると、この枕木を入れ替える作業は作業工程が多く手間がかかるといいます。明日始発からの運転再開に向け、作業は午後からも引き続き行われます。以上、中継でした。